ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、D を選んでる方いらっしゃるかと思います。で、なんでですかと言われると、皆さん、これ、わず過去実勢ですね。で、皆さん、これ、空手の左側。demanded も過去実勢。ですから、実勢が合ってるので、なんか良さげ。ですが、皆さん、これ、demanded をご覧になっていただいたんだったら、要求する。なんか、これでピンときますでしょうか。で、皆さん、下ご覧くださいね。要求。例えば、demand。で、もしくは皆さん、ask。これ結構出てますからね。で、その要求の内容をざっと説の中で示す場合。まあ、今回こちらにざっと説ございます。そうすると皆さん、これ動詞の形に特徴的なものがございましたね。で、もう一つは皆さん、提案。recommend。こういうものを見て、ピンときましたでしょうか。そうです。要求や提案の内容をざっと説の中で示す場合、動詞の形は should be。で、もしくは動詞の原型。これで表記すればよろしかったですね。ですから皆さん、これ選択肢は C と D が should be とか動詞の原型になっていないので×。で、あと皆さん選択肢の A と B であれば should で始まったり動詞の原型で始まっておりますので今のところ OK。で、皆さんどっちにしますかと言われたら、もちろん動詞は build、立てるですよね。もちろん自動詞、他動詞。大丈夫ですね。立てたよー。なーにょー。ということですので他動詞。じゃあ皆さん、後ろ目的語ありますかと言われたら、皆さん見ての通り副詞しかおりませんので目的語がないですね。ですが皆さん、あとは思い出すだけでございます。他動詞の後ろに目的語がなければ受動態にすればよろしかったですね。ですから正解は B。 一方、選択肢の A は受動態になっていないですからね。正解はやっぱり B でよろしいかと思います。で、もちろん意味内容でございますが、文と主張は要求しました。で、何をと、皆さん、これ文末ですね。ダムをできるだけ早く建てましょうと、そういうことを要求しました。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。